分かりました。お金が入っているのはここです。こんにちは。マジシャンのハッセルです。親子で学ぶマジック教室の第3弾といたしまして、今回はですね、どこに物が隠れているか当てるという不思議なマジックをご紹介いたします。コロナ禍の影響でですね、どこも出かけられないご家族多いと思います。 ぜひですね、この動画を見て、このマジックを覚えていただいて、楽しんでいただけたらと思います。それでは、どうぞはい、それでは今回のマジックに必要なものをご紹介いたします。まずは、物を隠すことができる入れ物です。これ、同じものを3つ用意してください。今回私が使いましたのは、ペットボトルのキャップです。これ、ちょうどですね、お金がこのように。 隠れます今10円でしたが10円じゃなくても500円玉もこのように入ります。同じものを3つ用意してください。ちなみにペットボトルのキャップじゃなくてもこのような紙コップでも大丈夫です。同じものを3つ用意してくださいね。紙コップの場合はですねお金じゃなくてですねこのような大きな人形とかも隠れますのでもしかしたら見やすいかもわかりません。 はい。それではやり方を説明します。今からする話は実際にマジシャンがお客さんにこのようにやってくださいねという説明になりますので、しっかりと覚えてください。まず3つあるうちの1つ、どれでも好きなのを選んで持ち上げてもらって、その下にお金を隠してもらいます。この次が重要になります。触ってない残りの2つ、この2つの 場所をこのように変えてもらいます。当然これはマジシャンが後ろを向いてたりとかして見てないところでやってもらいます。この状態まで行ったところでマジシャンは振り向いてこの3つの中にどこにお金が入っているか当てることができます。はい。ではこのマジックのトリックを解説いたします。今同じものが 3つあるように見えると思いますが実は1つだけマジシャンにしか分からない印をつけてますちなみに私は真ん中のキャップに印をつけてますこれ分かりづらいと思いますがこの先っぽにですね少しだけちょっと薄く黒く点をつけてます私はこれを印にしていました当然 この印テスト、見てる人わかりませんので、印の付け方は後ほど説明します。今はわかりやすく、真ん中に赤いシールを貼りました。これでマジックスタートします。はい、この印によって、マジシャンはどこにお金が隠れているのか当てるのですが、パターンは三通りです。まず、真ん中に入った場合、残りの二つの場所を入れ替えてもらいますよね。 で、マジシャン振り向いたときに、真ん中にあった印の場所は変わっていません。この場合はそのまま真ん中に入っていることになります。続きまして、こちらが選ばれた場合、ここにこうコインを隠します。入ってない二つ動かしてもらうことですから、マジシャン振り向いた場合はこうなります。そうすると最初に真ん中にあった印はこちらに移動します。移動していた場合は、この印と反対側の角、 こちらにお金が入ってます逆パターンいってみましょうか最初はこういう状態ですねここにお金が入ったとしますそうしたら入ってない残りの2つ動かしてもらいますので一番見た場合最初真ん中にあった印がこちらに移動しますその場合はその反対側ここに入ってるっていうことですねこの3パターンを覚えてください はい、では印の付け方について解説します例えばですがこういうペンでこうするとすごく分かりやすいんですがそうすると相手からも分かってしまいますので印をつけるっていうのはと,はとても難しいんですね。ですので例えばこういうところにちょっと点を打つとかですね。 こうするとマジシャンだけは見えるんですがお客様はもしかしたら、ね、こう反対向けてしまった場合にマジシャン見えなくなってしまいますからこれも良かったり悪かったりですねじゃあどういうのがいいかと言いますと例えばですがこういうところに軽くちょっとですね点をつけてもらってあとはこうティッシュでですねこれをこうしっかりとこすったりとか指でこすってですね ちちょょっっとととかかりづらいんですかねちょっとすね薄くるとそうするとマジシャンは分かるんですがお客様にとっては見づらいとかねなくなりますのでこういったのもいいかと思いますあと例えば紙コップの場合はですね例えばこういうとこにちょっと傷をつけていくとかですねそうするとこういうのもまた目印になりますはいいかがでしたでしょうか 今日ご紹介したマジックは覚えることがちょっとあって大変かと思いますが実際にマジシャンも使っている原理です。ぜひ覚えてですね不思議なマジックを演出してもらいたいと思います。このマジックがどなたかのお役に立ちますように最後までご視聴ありがとうございました。